ミヤックスの様子がおかしいと思って部屋を調べてたらこんなものがあったよ。もうすぐ50歳だというのにミヤックスは何を考えてるんだ。まったく訳がわからないよ。え、僕が誰だって？僕はミヤックスのもう一つの心かな。名前はミヤベ。あ、僕のことなんかどうでもいいよ。ミヤックスが何やら動画を上げてるみたいだから、見てみようかね。どれどれ。こっち。いやみんな、ミヤックスだよ。YouTuber、デビューということで、初投稿になります。これからね、YouTube にね、いろいろな動画をね、配信していきたい。面白い動画、いろんなね、ものを使った、動画、自分にしかできない、ミヤックスにしかできないようなね、動画の方で、考え、企画してね、見ている方が少しでもね、楽しい、幸せになるような方向にね、持っていけるような動画を作りたいと思います。簡単に自己紹介しますと、平成のね、元年生まれ、今27、まだまだ、若いのでどんどんねいろんなことに挑戦してね、名前が残せるような動画をね、いろいろ作っていきたいと思います。だからね、今まで、かなりいろんなね、面白い波乱万丈なね、人生を送ってきていますので、でもそちらもね、少しずつでも紹介できたらと思います。じゃあ具体的に何をするかということなんですけど、いろいろね調べていると YouTube もさまざまなジャンルというかね、ゲーム実況だったり、今体を張ったことの紹介とかね、いろいろあるんですけどね、それをね今少しずつやっていって、自分に合ったもの、見た人に喜んでもらえるものを もらえるね、それにね自分のカラーオリジナルをプラスしてね、自分にしかできないいい動画をね、作って、配信していってね、YouTube にね、周囲からね、すごく反対されたりね、そんなダメだよ、何言うんだ、成功するわけないよとかね、やる前から諦めてるようなことはね、なくて、難しいのはね、いろいろ調べれば調べるほど難しいことが出てくると。しかしね、ミヤックスのね嫌いな無理だというね、言葉があります。無理だと言われるとね、なんだと、いや俺はやれるんだ、絶対こいつを見返して絶対やってやるというね、小さい頃から大人になっても今でもねそういう風な気持ちがあります。人気 YouTuber になるのはね、まだまだ先かもしれませんけどね、一歩一歩少しずつ少しずつ。それではミヤックスでした。これはひどいよ、ひどすぎて情けなくて涙が出てくるよ。ダメなとこだらけでどうしようもないよ。声が小さい、 C とか A とかね、ね、ばっかり下を向きすぎる。そもそも元気がない。でも自分の夢、目標に向かって第一歩を踏み出したってことはいいことかもしれないね。今後もミヤックスにアドバイスをして、ミヤックスの目標に向かって、神のリングが微力ながらアドバイスをしていこうかな。それじゃ、また会おう。バイバイ。